皆さん、こんにちは。アフタービートギターチャンネルの滝沢勝成でございます。どうも皆さん、こんにちは。滝沢でございます。先ほどの動画で2つのパターンを皆様に聞いていただきました。片方は普通に弾くよ、片方はちょっといい感じにして弾くよ。で、それぞれの違いを皆様に感じていただいて、コメントとかもしていただいたと思うんですけども、どうでしたでしょうか。先に答え合わせをしてしまうと、そのメロディーを歌わせているんです。メロディーを歌わせている。歌うようにメロディーを装飾しています。テクニック的に言うと、ハンマリングとかアプリングとかスライドとか、そういったテクニックをふんだんに入れて、このね、起伏をつけているんです。あと、ピッキングの強弱とかダイナミクスとかもつけて、この波を作るように弾いています。どういうことなのか、ちょっくらやってみましょうか。また普通に弾いてみましょう。とても普通に弾いてみます。のっぺり弾いてみます。どうでしょう。あ、すごい硬く聞こえるというか、何の曲か伝わるけども、なんか全然かっこよくないというか、全然響かないです。なんか全然伝わってこないというか、全然響いてこないような演奏ですよね。これなんでかっていうと、平たく言うと無機質だからなんですよ。すごく無機質なんです。ちょっと元のボーカルというか、元の原曲の、あの、人とよさんが歌っているあの声を、ちょっと思い浮かべてみてください。あの方はもちろんね、めちゃめちゃ音がうまいんで、とてもピッチがいいです。もうすごいもう音階、もうその音だったらその音バーンってこう、みんなだったらバーンってこう出して、もうすごいとてつもなくピッチがいいんです。まあ、皆様の友達にも、すげえピッチがいい人、ピッチが悪い人いると思うんですけども。まあ、最初、そうだな。音名で言うとすると、その音からスタートするんですよ。その音からスタートします。ソー、ソー、ラー、ソー。で、ファ、ミ、ソ、こんな感じ。なんです。ソ、ソ、ラ、ソ、ファ、ミ、ソ。ちょっと足んね。ファ、ミ、ソ、こんな感じ。で、あの人たちはね、とてつもなくプロなんで、もう外行ったらちゃんとソンとバーン出します。友達にいますよね。なんか、ソーっていう感じなんですけど、なんかしなきゃファシャープになっちゃってるみたいな感じの、すごいフラッとしてしまう人。まあ、こういう方、こういう方は少なからずいらっしゃいますけども、まあ、プロのシンガーさんなんでね、その辺はこう、ピッチが良くて、もうソーって言ったらソーのとかバーンと出ます。で、ラだったらラのとこバーンと出ます。ソだったらソ、ファだったらバーンつって、ミーだったらボーンつって、バーンつって。でも、それぞれの音階をピッチよく出してるじゃ出してるんですけども、この変わり目、切り替えの時って、こんなカクカクしてるわけじゃないんですよ。こんな的確にロボットのように、ボーカロイドのように音階を変えてるわけではないんです。どうやってるかっていうと、元の歌を思い浮かべてみてください。最初、下からちょっとしゃくってたりとか、この外らと間、この外らの間がもうちょっとこう滑らかだったりとか、歌い上げるような感じだったりとか。で、まあ、ここのところはね、ちょっとこのキャーンと切り替えだったりだとか、そのわーっといたりとかして、この境界線のところはこう滑らかに移動しているわけなんですよね。ボーカロイドとか、マシーンとか見たく、なんかこうね、バンバンバーって音階を、正確無比にバンッと出すわけではなくて、ちょっとこうしゃくったりとか、あの上から降りたりとかして、表情をつけています。ギターで弾くとするとこんな感じ。こんな感じにすると、なんかそう表情がついた感じがしますよね。なので、さっきの正解としては、ハンマリング、プリングとかのスライドとかを入れるっていうのも正解っちゃ正解なんですけれども、僕としては、一番、コメントしていただいて嬉しいのは、普通に弾いたバージョンはのっぺりしてるけれども、ちょっと良くしたバージョンはフレーズが歌ってるように聞こえるっていうのが、僕にとってはすごく嬉しい、言われ方なんですけども、どうでしたでしょうか。なんかそう考えると、なんかそれなんとかわかりますよね。普通にこう、普段のシンガーさんとかいろいろ歌ってるとこ思い浮かべると、なんかこうね、あんまりバシ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 と出してるわけじゃなくて、ちょっとこうしゃくったりとか、ちょっとこうビブラードかけさせたりとかして、あとこの語尾のところちょっとこうね、グリサンド。なんかこんな感じでグリサンド、ウィーンってこうね、ピッチ落としたりとかしてるっていうのがわかるかと思います。こういった、装飾をすると、飾り付けをすると、フレーズがすごい歌っているように聞こえるわけなんですね。普通に歌の場合は歌そういうふうに歌えばいいんですけれども、ギターの場合はね、なかなかそうもいかないので、このハンマリングっていうテクニック、もしくはこう、プリング、そしてスライド、グリサンド。こういったテクニックを駆使して、フレーズを歌わせているというのが正解でございました。なので、ちょっとね、この動画で皆様に学んでいただきたいこととしては、その、
ギターでも歌でも、もう楽器何でもそうなんですけども、サクソフォンでも、もうオーボエであろうと、もうドラムであろうと、もう打楽器とかも本当はそうなんですよ。何でもそうなんですけれども、正確無比にピッチ上ズバーン、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 ズバーンってやればいいっていうわけでもなくて、もう正確無比なテンポ、もうここは必ず、もうなんとかなんとかアンプで、てん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 、ってな感じでこうね、もう正確無比なこのテンポで刻めばいいというわけではなくて、このある程度の揺らぎとかズレとか、こういった心地よさっていうのがね、何気にこうね、大事なポイントだったりとかするんです。思い返してみれば、あの人すげえピッチいいし、なんかこうテンポもすごく良いんだけど、なんかあんま響かねえんだよなって人いますよね。なんか、あの人すげえ上手いんだけど、なんかこう演奏は響かねえんだよなって人いますよね。で、それに対して、あの人なんかそんな上手くねえけど、なんかすげえズキュンとくるようなって人っているじゃないですか。なんかすげえあの人の、なんか演奏、あの人の歌はなんかこうね、響くというか、ね、なんかすごい伝わるというか、そんな上手いわけではないんだけど、なんかグッとくるなみたいな、なんかそういうのありますよね。その辺っていうのは何が差があるかっていうと、この辺なんですよ。ある程度、ピッチ良くしたりとか、リズム良くしたりとかすれば、それはうまく聞こえるんですよ。それはうまく聞こえます。けれども、その伝わる演奏、響く演奏ってのは、それと話が違ったりとかするんで、もちろんね、そのピッチがいい、リズムがいいに越したことはないんですけれども、それだけが全てではないってことを、皆様に覚えておいていただければなという感じです。なので、そうだな。こういう装飾を入れるとね、この感情がこもってるっていうふうに感じ取る人もいるかと思います。感情がこもってる。なので皆様がね、これから楽器を演奏するとき、楽器を演奏しなくてもカラオケで歌うとき、そういったときはですね、こういったプラスアルファのポイントを気をつけて、なんかここね、感情豊かに歌ったり演奏したりとかすると、すごく良い演奏になったりすると思いますので、よかったらそういうのも覚えておいていただけると嬉しいなという感じでございます。はい、そんな感じ。ではでは、今回のポイントとしては、フレーズは歌うように奏でようぜ。歌うときには、ピッチは大事だけれども、リズムも大事だけれども、この前後の表情とかを大事にして歌っていこうぜということでございました。そうするととても良い演奏ができるでしょう。そんな感じでございます。よかったら参考にしてみてくださいませ。それでは今回の動画はここで終わりでございます。また、違う動画でお会いいたしましょう。そして最後に、私、滝沢勝也、Twitter などをやっております。もしよかったらフォローしてみてくださいませ。まあ、なんか、ね、あの、なんかこう、なんか、ね、なんかご飯作るのが好きなんですけど、なんかご飯のこととか、なんかそんなことばっかしつぶやかないんですが、滝沢という ID でございます。滝沢。TAKIJAWA。滝沢という ID で、Twitter やっておりますので、よかったらフォローしてみてくださいませ。それでは、今度こそ本当に違うところでお会いいたしましょう。じゃあね、バハハイ。